ハリバートンはアメリカテキサス州ヒューストンに本拠を置く多国籍企業で120カ国以上で営業している。ハリバートンの主要営業部門は資源サービスグループで ESG は石油と天然ガスタンサー及び生産設備を製造する。またイラク戦争後のイラクにおける運輸事業などの各種復興事業や海外に展開するアメリカ軍のケータリングサービスの 提供も行うなど、様々な事業を展開している。なお、アメリカのディック・チェーニー副大統領が副大統領、就任前に、同社の CEO を務めていたため、BBC など、チェーニー副大統領と同社の利害関係を問題視するマスコミも存在する。アメリカ政府と10億ドルの契約がなされた際には、円護資本主義が指摘された。 その後不当な戦時利得を得ているとされてきて、アメリカ政府に何百万ドルも返還することになった。最高経営責任者はデビッド・ J レッサー。役員が相互兼任する会社はシティバンク、インペリアル、ケミカル・インダストリーズ、カナダ・太平洋鉄道、ブラウンルートウィンピー・コンストラクションがある。日本では新潟市北区に事務所を構えている。 1919年、RP ハリバートンにより、ハリバテンオイルウェルセメンティングカンパニーとして、オクラホマ集団間で設立された。1990年代のボスニア紛争では、子会社のケロッグ・ブラウンルート社が、アメリカ軍の食料と水の供給、衣類の洗濯、郵便配達などを受け負った。1998年、ドレッサー・インダストリーズと合併した。 2007年3月には、アラブ首長国連邦ドバイに、第2本社が設けられ、東半球での業務を担っている。2010年4月12日、原油流出処理、石油ガス電火災爆発処理など、石油災害対応分野世界最大手、ブーツクーツ社を2.4億ドルで買収する、ことで合意した。同年4月20日の2010年メキシコ案、 原油流出事故で爆発した石油採掘施設に関わる作業の一部を担当した。2014年4月、シェールガス埋蔵量世界一の中華人民共和国で花油農源と提携して共同出資会社を設立する。ABC、ハリバートに詳細情報。ヤフーファイナンス2017年9月24日閲覧。ABCD、 ハリバートン企業情報。ヤフーファイナンス。2017年9月24日閲覧。ABCD。ハリバートン業績。ヤフーファイナンス。2017年9月24日閲覧。ジョセフ・イ・スティグリッツ著。籔下カン役。藤井清美役。スティグリッツ教授の経済教室ダイヤモンド社。2007年10月。P114。ドレッサー。 ラントヒストリー1995から1999ドレッサーラント2009年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年4月24日閲覧花油農源ベハリバートンと定型新疆ウイグル自治区で増産日本経済新聞2016年8月10日閲覧ありがとうございます